はいどうもフジャンです。今回はですねアメリカで発売されている、ゴジラの稼働フィギュアのシリーズのネカから、新作が出ましたのでそれを紹介したいと思います。はい、ネカのゴジラ、1954年初代ゴジラです。ではねこれねちょっと早速開けていきたいんですけども、パッケージがねもうアメリカンな感じですよね。前に買ったこの84年版のゴジラもねすごくいい出来だったんで、今回はどれくらい進化したのかちょっと楽しみです。開けていきましょう。おりゃ、おお。尻尾の先端は別になってるので、これを取り付けて完成ですね。よいしょ。あ、これで完成だな。はい、というわけで完成しました。ね横顔がすごく、似てるなと思いましたね。初代ゴジラのプロポーションっていうのをバッチリと再現していて、なおかつ前回の84ゴジラよりもすごくねボリュームアップしてて、こりゃいいですよ。ほらねもうね手とか足とかも全然大きさ違いますし、造形面でもすごくねレベルが上がってるなと思いましたね。いやこれ顔もなかなか似てるぞ。これ着ぐるみの初代ゴジラは目の焦点がずれててどこ見てんのかわからないのがちょっと特徴的だったんですけど、これはねもうねほらバッチリこれカメラ目線で、まあちょっとねこれが気になるなっていう人もいるかもしれないんですけど、リペイントとかで簡単にね直すことができるので、お手頃な改造でね簡単に修正できます。目をリペイントしてね目の焦点をずらした状態を再現した人がいたんですけど、すごくねいい感じになってて、いや良かったですね。今回ね稼働がすごいですね。前回のゴジラはね全然動かなかったんですよ。こんな感じだったし、足もねもうガッチガチだったから、もうここが回るくらいでしたね。こんな感じ、これくらいだったんですよ正直動くとしてもね。でも今回ね可動域がめちゃくちゃあって、もう格段に進化してますね。肘とかもかなり回りますし、もう手首も回転して、あとね指先のとこにもこう可動ギミックがあるんで、こんなこともできちゃうんですよね。いやーすごい進化してるよ本当に。口は開くとちょっとだけこうしゃくれ気味になっちゃうかな、ちょっと。まあこれは角度でなんとかなるでしょう。うん、あこの角度とかいいんじゃないかな。かっこいいねこれ、結構似てるし。障子のスーツって片方の手がねもう胴体にこうくっついちゃってるんで、あんまこう腕を広げたりってできなかったんですけど、これはねもうフィギュアですから不可能だったポージングがね簡単に作れるので素晴らしいですね。これ足もすごいすごい回る。いやー素晴らしいねこれ。うわすげえ、片足立ちできた。前回のこっちなんかまあそんなことできないですからね。すごい。尻尾はですねモンスターズのように節々に関節がつけられてるわけじゃないので、そこまでアクションをつけることはできないですね。まあこんな感じかな。まあまあまあ結構動かせる方だと思いますけども、尻尾ですねこの付け根の部分と、あとこの部分、そしてこの部分、あとこの部分が動かすことができます。というわけで今回はネカのゴジラ1954年バージョンを紹介させていただきました。ネカはねモンスターズで出てないゴジラをラインナップしてくれるので、そこがすごいねありがたいですよね。僕的には送信劇ゴジラが欲しいので、今後出てくれないかなとちょっと期待してます。では次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。